はい、どうも、大島兄弟の妹です。よろしくお願いします。今日は今から大学に行くんですけど、その準備の過程を動画にしたいと思います。もしよかったらこの動画を見ながら一緒に準備してみてください。それでは行ってみよう。まず起きてから服を選ぶところから、ちょっと待ってまず服を選びます。前の日から決める時もあったり、朝バタバタしながら決めたり、いろいろなんですけど、今日はもう決めてあります。この白い T シャツとこのジーパンを履きます。ベルトですね。今日はこれを着ます。歯磨きをします。顔を洗います。この洗顔のスタイルなんですけど、お風呂場で豪快に石鹸で洗っていきます。できるだけ優しく洗っていきます。さっき洗顔をしたので美容液を塗っていきます。前回も紹介したんですけど、プラスアイズの美容液を使います。このプラスアイズは希少成分がたっぷり配合されていて、しっかりケアができます。こんぐらい取ります。塗っていきます。オールインワン美容液なので、いつものスキンケアのステップを省きながら保湿やエイジングケアなどもできちゃいます。時間の短縮をしながらもしっかりとケアができます。で、1分パックします。炭酸効果でちょっと赤みが出るんですけど、 1,2 分で収まります。それは血行が良くなっている証拠です。馴染ませつつフェイスマッサージをします。美容液なので洗い流す必要がありません。私ここのね、肉がちょっと気になるんで入念にフェイスマッサージをします。プラスエアイズの美容液を使って肌印象も明るくなった感じがします。すごい肌がしっとりもちもちになります。もちもち。プラスエアイズはすごく話題になっていて、さっきも言ったんですけど、この原料が希少でずっと売り切れで、しかもいきなり入荷するのでなかなか手に入らないんですけど、 LINE アットに登録すると最速で入荷情報が手に入るので友達追加がおすすめです。今友達登録をすると500円クーポンがプレゼントされるそうです。概要欄にある URL でホームページが見れるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
コンタクトをつけます。私はねワンデー派です。しっかりねこれ裏表を確認します。最初の方は2ウィークを使ってたんですけど目に合わなかったのでワンデーを使ってます。最近はちょっと兄が起きるのが早くないのでこの時間は私が兄の部屋を使って用意をしています。撮影だからここに来たとかじゃなくていつもここで化粧をしています。コテあるやんか、コテまだ何も温めてない状態でさ、だから一回ニーの方向にポトンって落ちてん。そんな強くじゃなくて触れるぐらい落ちてん。そしたらニーがなんか降ってきたとか言ってて寝ぼけながらなんか降ってきたとか言ってた。ファンデーションを塗ってます。この化粧する中でファンデーションを塗るのが好きなんです。なんでなんでお化粧してるって感じがして楽しい。この肌がねだんだん綺麗になっていく感じが好き。眉毛を描きます。涙袋作ってます。アイシャドウを塗ります。アイラインを引きます。まつげを上げます。キラキラがね好きなのでね散りばめます。まつげの下地を塗ります。チーク完成です。マスカラを塗ります。あとはリップを塗れば完成です。髪質改善をしてから髪にかける時間がなくなったのでちょっと寝癖を直す程度にアイロンをします。下に降りてきたので服を着ます。服を着替え終わりました。私は最後にねリップを塗るんです。で靴下を履いてリュックを背負って出ていきます。いってらっしゃい。バイバーイ。